3、天使の波動を持つ最強の木です。表面ではニコって笑っているんだけど、実際はちょっとドライで、可愛く愛嬌さえ出てくれば世界を虜にできる世界を虜にできる特に本来笑ってって言われるの多分苦手だと思うし、あ、うてあります、そういうとこ。あとついさんは J.Y. パークさん、すさまじいパワーと本当に世界の気を持った人でね、実はついさんもこの方たちと同じなんです。プロジェクションですその感性が入ってるから、その辺を強化するとJIP の 副社長になるかもしれない。아잘못했다이런다한번생각해볼すごいじゃないですか。億万長者ラインが入ってますよ。どこどこすごい